さあ、ゆいちゃんちょっと退場したんですけれども、ね、はい、僕たちでね、続けていきたいと思います。いや、このままいくとね、僕に対するあのバッド評価がすごいことになりそうなんですけれども、別に何か悪いことしたわけじゃないから別に。あ、そうですか、うん、なんか僕すごい悪いことした気になっちゃってるんですけどね。多分あのゆいちゃんの中でずっと思い詰めたところの席が外れただけで、席が外れただけですね、うん、そのタイミングを七藤さんがやっただけだから、七藤さんが悪いってだけです。そうそうそう、俺が悪いってだけ。まあまあ良かったと思います。そうですね、うん、まあまあこうやってこう表現できたことは、まあそうそう、それは成長につながりますから。なるほどなるほどね、成長のきっかけを与えたと。なるほどね。じゃあ、いいことをしたのかな、今日は。今日の撮影はこれでおしまいにしようかな。いや、これだけやとね、うん、視聴者の皆さんに何の役にも立たないかもしれないので、うん、まあ、ゆいちゃんがね、もし帰ってこれたらですけれども、あのデモトレード、はいはいはい、実際やってみましょう。それの、これね、あれ出すって言ったんで。うん、あのゆっくりしといてくれていいよ。ゆっくりしといてくれていいからね。大丈夫です。大丈夫なの？大丈夫。大丈夫なの、はい、まあ、ちょっと、まあ、思い詰めてたことがあったのね、今日ちょっとしんどそうやったもん。はいはいはい、うん、どうすか神谷さんって、ああいう頃ありました？なんかで、どういうこと？あのこうなんかついつい泣き出しちゃうような、株をやったと言ってた時も結構辛いこととか、結構もうすぐになんか利益出てるっていう感じじゃないですよね。やっぱめっちゃ勉強して、神尾さんも初心者時代があって、うん、もう言うたら、まあ、苦労というか、はい、辛い思いもしたわけですよね。ないな。ない。天才肌に聞いてもらった。え、違う？だからなんでしょうね。うん、多分生まれながらの特性、自分の性格として、はいはいはい、そういうなんか辛い、一般で言ったら辛いことも成長の糧やと思うのが、ポジ、すごいポジティブなところがあったと思う。へー、いや、なかった。なかった。それはないわ。それはないな。ね。何それ、自問するチャンネルとか。あ、だからよく言うように、もう金も一冊、ほぼ一冊に読んだ金持ちの身元さんっていう本やから、うん、で、そこでメンタルの大事さも学んでたから、はいはいはい、そういう時にどう捉えるかっていうのを最初にもう知ってたから、なるほどね。辛いとかって思うんやったら、そこはどう乗り越えて自分の成長を生かすかっていう視点で最初から言ってたように思いますね。はあ、なるほど。ロバート清崎さんはそこまで影響を与えたわけですね、神尾、うん、さんの人生に。だからよく言われるんですけど、悩みはないんですよ。今も昔も。昔も。昔もない。うん、だよくテレビ局で番組で、うんうん、お金持ちが悩んでいる特集したんで出てくださいっていうオファーを今まで5回ぐらいもらったことあるんですけど、うんうん、全部悩みないから出れないかってという。ちょっと悩みごとみんなで作りましょうか、うん、さんなんか悩みを本当に悩みと捉えるのか、その成長の糧と捉える、課題と捉えるのかだけでも全然人生変わってきますよ。なる、あ、そうですよね、うん、そりゃそうですよね、うん、うん、やっぱりその悩みじゃなくて何かこうクリアすべきとか、クリアしたらいい感じになるっていう感じで、うん、もうやっつけちゃうって感じですか。そうそうそう、そんな捉え方ですね、僕はね。なるほどね、まあ、だいぶポジティブですね、うんうん、でも僕も神尾さんのね、あの、何やろこれ、このチャンネル株の話しちゃうくなってきますって来てますけど、まあ、サブチャンネルだからもう、まあ、いっか、なんかよくわかんない。神尾さんのおかげでね、うん、だいぶね、こういろんなことをね、うん、もともと僕もそんな感じなんですけど、はいはいはい、一番僕の中ででかかった問題とかが、楽しくなってきてます。おだって それを問題と認識できてるってことは、それを超えたら自分は絶対成長するわけ、うんうんうん、次同じ問題が来てもそれにも悩まないわけだから。なるほどなるほど。って思ったら、うん、それをどうクリアする、まあ、それプラス悩んでる時間をもったいないと思えればいいじゃないですか、うん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 、いいんですよ、悩んでももちろんいいし、人間やから悩んでもいいし、迷ってもいいんですけど、うん、いつまでも悩んでても仕方ないでしょ。そうですね、うん、ある一定期間悩んだらもう次それを解決するっていうふうに切り替えていった方が全然人生豊かになるんで、うん、なるほど、捉え方ですね。その通りだわ、うん、その通りです、ね、それを慣れてくるともう一瞬で切り替えるようになってくると、うん、あ、もう問題起こって悩む前に、そうそうそう、ほぼ悩む前にスパーンって、うん、最初はもちろん悩んでも全然いいし、迷ってもいいし、不安になっても恐怖感じてももちろんいいけど、うん、それを乗り越えていくっていう習慣をつけていったら、うんうん、もう気づいた、何でも慣れですよね。ほう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 。最初はしんどくても腕立て伏せても最初はしんどいけど、だんだんやってきたら回数を増やしていけるじゃないですか。そんな感じで心のメンタルの筋肉も増えていくんで、はい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 、
まあ、どんどん悩み時間自体が少なくなって、うん、もうすぐにじゃあどうやって解決していこうかというふうに捉え方を変えれます。なるほどね。ちょっといい話聞けたわ、うん、俺、うん、でもさっきゆうちゃんみたいにそういう弱みを見せるってのも大事ですよね。そうですよね、うん、これあの世界中に放映されて10年後も消えてない可能性がありますからね。そういうことどういうこと YouTube に載っけたらね、うん、そうそうそう、まあ2年後ぐらいに億万長者になってるゆうちゃんはこれを見て、うん、あの懐かしいなっていう感じになるわけですよ、はいはいはい、きっとね、うん、そうですね、そうですね、うん、僕たちもこんな頃あったなこの子みたいなこの子というかあのゆいさんみたいな、ゆいさんみたいな、おごってくださいみたいな私2年前7分に泣かされたわみたいな忘れへんからなそういう感じに、ね、うん、なるように僕は、うん、すいませんって言ってなんかこうなんかポチ袋もらえるようなあ、さっきの質問この2人で片付けちゃっていいですかね。全然、はい、あの質問の仕方、質問力の話でしたよね。はい、どう質問していいかわからないっていうところでした、うん、だこれどうですかね。どう質問していいかわからないっていうのはもう質問力のスキルとか上げるもっと手前やから、うんうんうん、ってことはもう全部質問したいんじゃないの。ああなるほどなるほど、うん、うんうんうん、まあ、分からんことを次々に質問していったらいいということなんですけど、そうそうそう、多分ゆいちゃんとしては遠慮しすぎやん、うん、言ってるやんいつ隠れた遠慮せんと、そうやね、うん、じゃ あの遠慮する気持ちは分かるんですよ。そう、まあ、僕ら付き合い長いし友達やけど、うん、そのゆいちゃん付き合い長いで結構付き合い長いけど、まあ、年下じゃないですかだいぶ、うん、それね、大の大人に私全然知らんのにめっちゃ大投資家みたいな感じの人にそんなしょうもないこと聞いてええんかという気持ちは分からんでもない、うんうん、そこ聞いていいの。聞いていいよ。 OK 、うん、もうだいぶ言ってるんですけどね、うんうん、LINE とかで遠慮したらあかんよっていう、ちょっと言い方優しいんちゃいます。ビシッと優しい、遠慮すんなお前は余計怖いやないかだから何が、これが今私の投資に必要か必要じゃないかの判断も今できひんやったら、もう全部聞いてもらって、はいはい、でその中で答えていく中で分かっていってもらったら、うん、ブラッシュアップされていく感じですね、はい、うん、質問が、うんうん、ですね、それでしかないですよね、うん、まあ、うん、でそれは何度も言ってるようにゆいちゃんが分からないってことは他にも同じようなことで分からない人いっぱいおるから、言うたらその人たちの役にも立てるんで、それはむしろ全然いいですよ、うん、だからすっごいしょうもない質問でも、うん、それで困ってんねんって、そう同じような境遇の人絶対いるから、絶対いますね、で大体こういう、まあ、この番組はちょっとね、あのふざけてるっていうか、うん、エンターテインメントやってますけど、うん、僕は本編と同じ格好ですけど、ね、同じノリで、ね、すごい真面目な、ね、番組とかセミナーとかやったらそんなにしょうもない質問そもそも取り上げられないから、あ、そうですね、そこはクリアできてないまま進んでる人もいっぱいいると思うんで、うん、そういう人も役に立てるんで、むしろしょうもない質問の方がもしかしたらいいかもしれない、ね、なるほどなるほど、それは全然わかんない、こういう、ね、番組をもしかしてサブチャンネルをダラダラと見ていただける人がいるならば、うん、もしかして役に立つかもしれないですよね。そうやね、だから分かった、いいこと思いついた。お、質問力をそもそも上げたかったら、うん、もっと甘えたらいいと思います。甘えるやん、うん、甘えるや人に、うん、そうそうそう、いや僕も甘えていいですかねベッタベタに甘えていいですかねそうです、だからそういうことやと思いますね。え、そういうことやと思う。ああなるほど、うん、よし甘えていこう、うん、分かんな俺だって結構俺おっさんやもんな、これやって、え、それ関係ないか甘えるってどういうイメージ神さんここおごってやそれ甘えるじゃなくて、それ甘えるじゃなくて、うん、遠慮とかせずに、はいはい、いい意味でね、いい意味でね、うんうん、そうやね、だから厳しいんでしょうね、自分にね、自分にね、ある意味ね、そうね、うん、うん、自分にね、自分で自己解決しなきゃっていうふうに思っているところがあるのかもね。そうですね、うんうん、僕なんかそんなんないからね、うん、そうだからいい意味で人生うまくいくには、いい意味でですよ、いい意味でズーズーしくないとやっぱダメですね、うん、え、ズーズーしくないですよ、いい意味でね、あ、いい意味でねそう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 、うん、すぐ人に聞こうとしてるからね、そう、それは全然いいことだと思う、うん、まあ、そのもちろん機械での信頼関係ができるかどうかも大事ですけど、そういうのができないと全然いいと思います
し、そうですよ、某あの篠原君と喋ってたんですけど、うん、僕らは人に甘えて甘えて生きていくタイプだねっていうのですごい、うん、あいつらはそうだそう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 、某 IT 企業社長とね喋ってたんですけど、うんうん、お前と一緒にすんなみたいな僕は思ったんですけど、まあそうかもしれないね、うんうん、でうまく甘えれる人は伸びていきますよね。そう、あ、だ言い換えるとだから可愛がってもらえるセンスっていうの、うんうんうん、はいはいはい、でも大事ですねやっぱね。ああなるほど、うん、なるほど、やっぱりとっつきにくい若い子とやっぱりこう甘えてくれる若い子やったら、うん、若い子じゃなくてもそうやけど、うんうん、やっぱりこう構いやすいですもんね。そうそうですね、うんうん、まあ、僕らも言ったら教える側も人間やから、うんうんうん、いや、あこの子いい意味でね、うん、男女関係なくはなんか可愛いなとか、うんうん、あこの子もうちょっと力になってあげたいなと思われるのが当然得やから、うん、そういう意味でも甘え上手っていうか、そうです、ね、可愛がられ上手っていうのは一つ大事な要素ですね。そうですね、日本では特にそうやって僕もねこの人を指導してる時とかは、うん、やっぱり報告してもらった方が指導というか、あこうですよっていうことは言いやすいですね。はいはいはい、うんうん、まあ、ちょっとねテクニック的な話になっちゃってあれですけど、はい、例えば本何かいい本教えてくださいって言われて、うん、A さんと B、まあ、A 君と B 君に教えたとするとします。はいはい、で1週間後とかに A 君からこの本読んでこうでしたって感想返ってきて、はいはい、B 君から何も返ってこなかった、うん、その後やっぱり A 君を可愛がろうと思うじゃないですか。そうですね、ってことですよね、うんうんうん、その通り、うんうん、人間ですからねみんな、うんうんうん、教える側はこっちが、まあ、この本いいよってやったレスポンスが、うん、そうそうそう、はい、読んだんや、うん、で読んでても読んでなくてもレスポンスくれる方がいいですね、はいはいはい、あの本難しくてちょっとしか読めませんでしたとかやったら、うん、あいやもうこういう風にやった方がいいねやみたいなことも言えますし、うん、っていう感じかな。そんなん大事ですねっていうので、質問の仕方がわからないっていうことも質問には答えれたかな。だからもう今は遠慮せずに全部質問するかな。 OK、うん、全部質問しようぜ今回は撮影どうでしたか。どうやった。ちょっと僕なんかあの悪いことしてるちょっとあの家帰ってすごいちょっと反省しました思ってるんだけど、どうでしたか、うん、なんかあ、うん、頑張ろうって思ったんかはいいや、ちょっと誰か助けてこちらで切ってほしいこちらメンバーがこちら